start this my presentation. I'd like to thank you to EU Japan Center for having us to have this opportunity to compare the latest notes about our IP practices among or between countries. And this is definitely a great opportunity and very exciting to know the other jurisdictions' latest practices. To in consideration of the majority of attendees today, I would like to switch the language to Japanese. So for those speakers, non-native Japanese speakers, please refer to the printed out copy of my presentation. ご紹介いただきました弁護士の松永と申します。短い時間ではございますけれども、今、プロボリックのドクター・オーデコックからご紹介いただきました、ヨーロッパのですね、営業秘密に関する指令のご紹介内容を踏まえて、日本では不正競争防止法が2015年に改正されまして、本年1月1日に施行されました。この施行までに諸々の改正がございましたけれども、最初の日本の不正競争防止法においてですね、営業秘密の規定が設けられた2003年、それから営業秘密に関する規定を含む改正が行われたのはこの間6回ございます。この間の改正をもってですね、今の内容改正内容を見るとヨーロッパほか先進各国のとの国際保護がほぼ実現しつつあるのかなという印象を受けますので、今お話しいただいた内容とできる限り比較できるところを比較しつつお話しさせていただきたいと思います。まずですね、今、この表にございますのは今回の改正で反映された内容の主な改正点です。実務上重要と思われる点を主に挙げております。で、まず最初はですね、これまで今回改正までは日本では不正に取得された営業秘密の二次利用者までが処罰の対象となっていたんですけれども、三次取得者以降の転得者をですね、処罰することとなりました。それから海外での不正取得というのはですね、これまで規定がなかったんですけれども、政策的には、日本で生まれたイノベーションがですね、海外で不正取得されて使用されて、それによって産業が発達し、エンプロイメントが生まれると国内で生じる損害も拡大するという考えのもとに、懲罰規定を置いて、初めて、規制するということになりました。で、また次は長い期間議論があったんですけれども、初めて、営業秘密の侵奪についてのですね、未遂が処罰されることになりました。ただ一点例外がございますのは、海外での未遂批判というのは、対象となる行為がかなり限定されているということで、萎縮効果、チームエフェクトを防止するために例外的に今のところは除外されています。それから刑罰についてはですね、営業秘密侵奪の罪の刑罰については個人法人とも大幅に引き上げられて、今右側はドイツとこれまで比較しておりますけれども、ドイツと比べてもかなり厳しい内容になっていると思います。それから犯罪収益の没収ですね。これまで私どもが代理するような案件でも結局差し止めはしたんだけれども、日本で日本の法律、これは取り付け、先ほどのドイツの説明でもそうでしたけれども、損害の推定規定だけで補足できない、かつ立証が困難な損害額を補足できなかった。で、それを、犯罪収益としてですね、権利者にちゃんと移転しなさいという手当が初めてできたということでございます。それから、従前申告罪であったものが、今回初めて申告罪として、非申告罪として規定されました。この背景にはですね、日本でもその内外の企業と共同で開発をしたり、ステークホルダーが、営業秘密のステークホルダーが1社だけじゃないということが増えてきまして、果たして1人、そのステークホルダーの1人が告訴しないという意思を表明した他の、ステークホルダーがそれに拘束されるということが果たして正しいのかという議論がありまして、でまた、申告罪とした趣旨の中にはですね、その営業秘密
の処罰の過程で、また二次被害として漏れてしまうという懸念があったんですけれども、後ほど説明申し上げますように、民事及び刑事の手続きですね、いずれにおいても、その手続き中の秘密保護を図る規定が手当てされていますので、まあ、申告罪を外すという許容性ができたという背景でございます。それからこれはまだ日本世界でもそんなに多くないと思いますけれども、技術情報を営業秘密にあたる技術情報を利用したして生産された物品の輸入禁止、輸出も処罰禁止されているんですけれども、が不正競争行為の一つとして規定されて、かつその違反行為に対しては刑事で処罰されるということになりました。で最後はですね、被害者の立証責任の軽減、証拠収集負担の軽減ということでございますけれども、先ほどフランス、ドイツの査察制度、査察命令の制度についてご説明いただきましたけれども、同じ、まあ、日本は民事訴訟法も、まあ、ドイツの法律に習ったものでありましたけれども、この証拠収集制度においては非常に遅れていまして、なかなか登録性のないですね、このような権利、営業秘密という内部にいるものしかわからない権利が侵害された場合にですね、侵害の方も相手方にあって、立証が難しいと。でその時にその最初というのは証拠を探す負担というのは経営者にとって非常に大きな負担ですけれども、これを、和らげる手続きは日本にはないんですね。ですので民事訴訟法の改正に先駆けてこの立証責任を一部転換したという内容です。でこれは我々実務を担当するものにとって非常に大きな進化であります。で具体的な内容を次のスライドに示しておりますけれども、まあ、民事訴訟を行うときに要件事実というものはございまして、それはすなわち権利者が主張立証しなければいけない事実のことを言いますが、営業秘密の侵奪の場合には自分の営業秘密はこれです、で相手方はこの事実を使用しています、この2つの事実を立証しなければいけません。ただし例えば従業員が他の会社に移って自分の営業秘密をそこで使って製品化している、それから例えば他の会社に自分の会社の製品を採用してもらうためにサンプルを渡して NDA を結んだんだけれども、結局採用に至らず、契約には至らない、だけれどもどうもそのサンプルで得た技術情報をもとに製品開発しているらしい、いずれも相手方のラボラトリーですとかファクトリーで行われているので、そこに潜入して立証することは到底できません。ドイツのような査察制度もありませんし、アメリカのようなディスカバリー制度もありません。我々が今までできたことというのは調査会社を雇って、日本は調査会社がまれに見る発展を遂げている国だと思っていますけれども、調査会社を雇って周辺の聞き込みをして、取引先に当たってもらって、場合によってはサンプルを試し買いしてもらって、それでようやく訴訟に踏み切るだけの証拠を得られるかなという状況でございます。ところが今回は、加害者が、まあ、その不正にその秘密、営業秘密を取得したという事実と、それからこの相手方はそれを使った業務を関連事業を実施してますよと立証した場合には、相手方はいやそれを使わなくても他の技術で生産できるんですよという証明をしなきゃいけない、この義務を課した、実態法で課したというところに非常に大きな意義があると思います。で、我々が通常ご相談いただく案件というのは最もその退職者による技術流用が多いんですのケースが多いんですけれども、その場合もしくは NDA に反して相手方が技術を勝手に使っているという場合に、最初に警告書を、発してですね、その後できる限りの相手から聞き取りをしようとします。証拠がなくてもやります。ご経験されている知財部の方等もいらっしゃると思いますけれども、一回これが走ると本当にすごいスピード感を持って1週間に7回8回レターの募集が始まることは多々あって、でこの改正前になってもですね、こういう主張をみんなするんですね。私たちの会社の誰々というのはうちの営業秘密、まあ明確にはしないですけれども、こういう開発部にいてこういう研究をしていて、こういう種類の営業秘密に接しています、その内容は我が社の厳格な秘密管理規定によって特定されています。
で、この人はあなたの会社のこの事業部に移ったということを聞きました。あなたのこの会社の事業部の業務内容からすれば、この人が要求されるパフォーマンスを発揮するためには、我が社の営業秘密を使用しないで、失うはずがありませんね、というところからスタートします。いろんなレターを今まで100通ぐらい見てますけれども、今のフレーズの中で、管理規定によって、こういう管理規定がある、厳格な管理がされている、そして特定されています、そして相手の業務を調べて、この製品開発をやっているということがプレスで発表されています、それから製品化すでにされています、この人がインボルブされているというこの3つの事実があると、なかなか反論が大変だなと思います。これは訴訟に行ってもこれだけでは勝てなかったんですけれども、結局コンペティターといってもですね、どこかで業界でつながっていて取引があるとすると、全く無視することはできない。でこの応酬が始まっていくうちに日本ではその、一生負担の改善というか法律の手当がなかったんですけれどもいずれ担当者がやり取りをしている間に言葉のボロを一つ二つレターの中に漏らしてしまってそこにアグリーメントや確認がどんどん連れていってしまって裁判所に行った時にはもうあなたのところこれ認めてますねと言ってこのプロセスをスキップして立証に成相手方が立証に成功してしまうというような事例が多々ありました。その時には我々がインボルブされてない時のやり取りによって負けてしまうことがあったんですけれどもそれぐらい日本の企業は立証の補助制度がない中でも果敢に、営業秘密の漏洩に対する防衛策ですとかその後の交渉をやってきているんだなというような印象を持っています。ちょっと話がそれましたが、でこの今回の2015年改正の主な背景というのはこれまでも2003年から5、6回にかけて、刑事罰の処罰範囲の拡大ですとか刑事罰の引き上げというような営業秘密保護のための改正が繰り返されましたけれどもその間ずっと改正の趣旨として言われているのはやはりその主に B2B のビジネスで漏洩するよりも雇用形態の多様化、人材の流動化、同じこと言っていると思いますが要は終身雇用が崩れてエンジニアもどんどん流出して、渡り歩くようになりましたと。もうもはやこの状況は、外資系の企業だけにプロパーな状況ではなくて日本企業間でももう起きています。特に、ICT ですとかそれから科学、一部製薬もそういう状況にあるというふうに私は認識しています。で、その前に象徴的な事件があって新日鉄の事件、東芝の事件、いずれも韓国企業による引き抜きの後、営業秘密が漏洩した事件ですけれども、いずれのケースでも、損害賠償請求額って1000億を超えていて、1100億、いずれも1200億を超えていたかなと思うんですけれども、いずれも和解で決着しています、和解金額はいずれのケースでも300億を超えています。このような多大な被害がある。でこの内容というのはまた、経済産業省が22年ですね、2年前に発表した研究の内容でも背景として説明されています。一方経産省の説明によればですね、B2B で、漏洩されたケースの 10% 未満なのほとんどレアですねと言っておられるんですけれども訴訟では確かにそうかもしれません。ただ我々のケース、我々が見ている実情のケースで見ると必ずもそんな少なくないだろうなという印象はありますし、それは訴訟に出ないところで、さっき申し上げたような交渉が日々行われているからだというふうに認識しています。で営業秘密の定義なんですけれども、これは日本でも当然トリップス協定を批准しています。1990年の後ですけれども、で日本の不正競争防止法上この営業秘密の規定が設けられたのはまさにこのトリプス協定の協定の交渉しているときにですね締結批准に先駆けて締結されました。で先ほどヨーロッパの欧州のディレクティブでもその時の3要件をもとに規定されていると言われましたけれども日本でも同じように秘密管理がされていて有用でかつ非公示という要件を充足する必要があるというように定められています。とは言ってもやはりこれも、解釈にいろいろ余地があってですね、有用性、非効率性というのは、先ほどのヨーロッパの場合と変わりません。開発のネガティブ情報、失敗した内容も、経済的には有用であるからこれは経済的に有用ですね。先ほどご紹介がありましたが日本でも全く同じでそのような裁判例もございます。で問題となるのはこの中の秘密管理性です。で秘密管理性がですね日本では
特に2000年代初頭から2010年に至るまでに極めて厳格化された経緯があってですね、この間に日本では経産省や特許庁が音頭を取って日本の企業もちゃんと品質管理規制を設けて品質管理をし、ちゃんと営業秘密のエンフォースメントができるようにしましょうと旗を振ったんですが、しかしですね、2010年より前の営業秘密管理指針という経産省が出した改定した内容のがですね、極めてリクワイメントが厳しかったんですね。あれもこれも言える、要するに物的管理、人的管理、物的管理っていうのは例えばサーバーには営業秘密を入れる箱を作ってそこに鍵をかけましょう、アクセスできる人は制限しましょう、もし、アクセス制限がちゃんとされてなければもうダメです、それも秘密管理があったとは言えません、もし物理ファイルの場合はファイルキーにかロッカーに鍵をかけてましょう、それがなければやっぱりダメです。ちょっと私は簡単に言っていますけれども、従業員に渡すファイルにはマル秘の表示がなかったら従業員に対して客観的に管理していると言えないから、もうこれだけでダメです。要するにその当時言われていたものは客観的な秘密管理だと、客観的な秘密管理がなければもうダメですよと言って、少しでも漏れがあったものについては一切救済しなかったで、これはこれに裁判例が引きずられてしまった感があると言われています。この判例について細かく研究されているのは北海道大学の田村義行教授ですけれども、田村先生の、研究、最近の研究によると、その経済産業省が、確かに背景としてはですね、刑事罰が厳格化している、で特許のように登録されて誰にも予測可能な内容の権利ではないにもかかわらず、それだけ刑事罰が厳格化したのであるならば、やはりその刑罰適用というものについては制限的であるべきというような自粛的効果が生じたんだという背景も説明されていますけれども、そのような厳格化した時期がありました。ただ申し上げましたように、いろんな会社がこの旗を振られた後にですね、大手さんはそんなことはないんでしょうけども、日本の企業の9割は中小企業と言われてますけれども、その企業にとって品質管理規定を設けて、実際にこれオペレーションしないと意味がありませんので、その負担対価が大変なものでした。そういうことで、私どもが相談を受けた会社さんでも諦めて挫折しちゃった会社もいっぱいあるんですけれども、そういう時間を経て、ただ今回の2015年改定ではその時の批判や反省を受けてですね、この秘密管理性に客観的という言葉をもう使わなくなりました。今は主観的な秘密管理と言われているようになります。主観的な秘密管理って何ですかと言われたら、要は従業員が、これは秘密なんだなというより認識できるような対応で管理すればいいですよ。さっき申し上げた例で言えば、サーバーに仮にパスワードをかけて、例えばその辺のパソコンの周りに付箋で貼ったりある状態が続いているというような管理をしていたら、客観的な秘密管理だったらダメなんですけど、それがある。それは確かに良くないんだけど、例えば一方でですね、他のことで救済するんですね、判例上。例えば小さな会社だけれども社長さんや、技術部長が常に、いやこれは営業秘密だからちゃんと管理に気をつけてね、ファイルはちゃんと削除してねというようなことを、ただ紙に書いた規定があるだけじゃなくて、そういう啓蒙をやってましたよ。グループミーティングの時にやってました。確かにファイルに書いてなかったけれども、そういうノーティスが出てました。でみんなでそういう、例えば規模も小さいですといった場合に瑕疵を、救済するというような傾向が今判例上あります。これはこの秘密管理が厳格化する2000年冒頭より前、1990年からのプラクティスに今戻っていて、秘密管理の揺り戻しなんて今言われています。ですので、今日ちょっと申し上げたかったこと、3つ申し上げお伝えしたかったことの1つは、今、秘密管理規定、管理性という要件が、皆さんを悩ますものではだんだんなくなってきているので、やはりこの権利行使をするためには、キーとなる事実ですので、これを今、やはり見直す時期かなということが1つございます。確かに営業秘密の秘密管理性の要求が厳格化したので、だったらもう契約でやればいいじゃない。皆さんは思うわけですね。そうすると貸借者がいるときには、あなたこれ守りなさいよと言って秘密保持の誓約書を書かせる。取引先に DNA であれもこれも書く。特定してなきゃもちろんダメなんですけれども、あれもこれもっていう NDA はもちろん権利行使できませんけれども、そういうものをやればいいんじゃないか。
っていう、まあ、考えが多く横行して、でこういうものが裁判に出てくると、じゃあ裁判所どう判断するかというと、実際には特に、元退職者との関係では、勝手にですね、裁判所が誓約書の合意を営業秘密、要するに秘密管理性の要件を満たすものに限定して解釈してしまうデータが散見されたんです。でこれは何でかっていうと、判決留置中の判断ではよく書かれているのが、いや、退職者も一方で憲法上、転職の自由が保障されています。重要な人権です。なので、あれもこれもと書いてある退職時の誓約書に仮に特定されたからといって、全部当然に守らせる、拘束するというのは行き過ぎなんだ。一応、アピールしてるんですけどね。行き過ぎなんだ。だから、どの辺で、合理性を見出すかというと、秘密管理規定等を設けていて、法律上、不正競争防止法上の営業秘密に、よって保護される範囲に限定しようじゃないかというような判決が続きました。また、裁判所の実際の和解判決がなされる場合も、まあ、そういう説得が行われることが多くあります。一回、私はその裁判所で、知財部で、日本は契約社会じゃないんですかっていう悪態をついて怒られたことがあるんですけれども、ただやっぱ分かりにくいんですよね。確かにその再就職を制限するような合意っていうのはやっぱり退職が転職の自由をまあ直接的に阻害すると思うんですけど、あなたが接していた営業秘密を守ってねっていうのは必ずしもその転職の自由との関係では分かりにくいというところが批判されるべき内容かなと思うんですけど、まあただ一つこれは念頭に置いていただきたいと、それから NDA についてもまあ特定さえできれば権利行使できるんですよねという考えのもとにいろいろ書かれる場合があるんですけれども、これも、判決留置中の判断に書かれていないのな、裁判例をお示しできないんですけれども、実際には限定解釈される場合があります。ですので、今、主観説といわれる考え方に立ち戻って、営業秘密管理の考え方がだんだん緩和している以上は、やはりもう一度社内の、管理規定の見直しというのを、いい機会だと思います。今年まだ施行されたばっかりですけれども。というのが2つ目のメッセージです。で最後になりますが、ちょっと時間過ぎてすみません。一方で、先ほど申し上げました5条の2、要するに、立証責任の転換ですね。戻りますけれども、スライドの何ページ3ページに戻りますが、ある人が、例えば元従業員が、うちの会社の営業秘密、に接していて、再就職先がそれを不正に取得したと。そして、あなたの会社は今こういう事業をやってますね。関連事業をやっていますねって言われてしまうとですね。相手方の会社もそれは多大な、今度は立証負担をしなきゃいけないですね。ある意味、開示しなきゃいけません。今こういうふうにやってるからできるんです。言えない場合もあるかもしれません。で、この5条の2を警告書の内容にリファーしている警告書って今非常に増えています。特に夏ぐらいから増えていて、これの対応どうしたらいいだろうっていう相談をよく受けるようになりました。そうすると、今まで以上に他社の営業秘密に接していた人をですね、採用した場合、中途採用した場合、その人の接していたですね、他社の営業秘密について配慮する必要性というのは、極めて、重要になっています。前は、まあそうは言っても結局は最後は立証できないから、あ、まあわかりましたね、配慮しますよっていうレターで締めとくってこの交渉終わらせましょうねっていうケースが多かったんですけど、最近だんだんそうもいかなくなる事例が増えています。もう、仮処分の申し立て書の写しを警告書の後ろに貼ってくるようなケースもだんだん増えてきましたので、やっぱりこのコンタミネーションと言いますけれども、他社の営業秘密が自社の開発情報に混入して、もしくは営業情報に混入して、これ全体を今後使えなくなるリスク。要するにこの後、きれいに分けることができなくなりますから、この本当に起こした、例えば技術情報に基づく開発製品というのは売れなくなる、差し止めを受けるリスクがあります。ですので、これを防止するということを、特に法務担当者、知財の担当者の方は、重視して、する必要があると思います。で、会社によってやっぱり人事で、セクションが違うから、まあ、そういうことにコミットしてないというところもあるかもしれないんですけれども、私は通常その、お客様には必ず人事と、
採用担当技術部だったり技術営業の人が必ず同席してヒアリングを行ってください。採用を決める前にどこの会社で、まあ、開示できる限りの情報を受けてください。それと採用予定のセクションと今開発している内容を本体に起こす可能性について必ず1回ディスカッションをしてレビューをしてから採用を決めてくださいね。そしてその時の議事録ですとかやり取りの資料全部証拠として取っておいてください。でこれは関連に使うことが多々ありますので、まあ、今変容しつつある平成27年改正に基づいて少しずつ変容しつつあるエンフォースメントのプラクティスに関して、まあ、ちょっとご紹介したい内容でした。まあ以上でございます。であと1点、欧州で、オデポパツさんがおっしゃっていた、裁判手続きにおける心配があると、ディレンマとおっしゃってましたけれども、日本ではどういう手当てをしてますかというと、民事手続きでも刑事手続きでも一応相手方を含めて、相手方には開示することにはなりますけど、そこから漏洩しないような手続きはあります。具体的には準備書面ですとか、それから判決、証拠について、秘密保持命令というものをかけることができて、これにより相手方とそれから代表者従業員は第三者に開示ができなくなる。この命令違反に対しては当然刑事罰がありますので、一応このもう第1回訴状を出して準備書面、期日が指定された段階から秘密保持命令の申し立てをするというのが通常のプラクティスになっております。民事においては弁論準備手続きという公開の法廷ではない手続きをするのが通常でございますし、出された書面、証拠については閲覧当社制限の申し立てをします。これによって記録や判決だけが利害関係人以外に対されることがなくなります。また証人尋問についても営業秘密が聞き取りによって漏れないように訴訟外で行うことができますし、これは刑事手続きにおいても同様です。すみません、ちょっと駆け足になって時間過ぎてしまいましたが、以上が今私というか民事手続き実務上の観点と、それから少なかったですけれども、これでオデポップさんのプレゼンテーションとの関係でお伝えしたい内容でございました。ご清聴ありがとうございました。